おはようございます。笠原書記です。今ね、朝8時に、動画を回してるんですけれども、中日の木下雄介投手がですね、亡くなったというニュースを朝一番の、ニュースで見ました。7月6日の練習中に倒れて意識不明になって、まあ、8月の3日に亡くなってたっていう、ことなんですけれど、まあ、なんていうんですかね、その倒れた時、一番最初倒れた時ニュースになった時に、まあその何日か前に中日の2軍の選手はコロナのワクチンを打ってたっていうことなんですけど、まあ、果たしてそれが何ですかね、原因なのか。原因じゃないのかは分かんないですけど、なんすか、なんて言ったらいいんですかね。結構そのコロナのワクチン1回目打って2回目打った人が結構体調壊したりとか、亡くなったりとか。いうことをニュースとかで見るんですけど、ワクチンって怖いっすよね。なんか心臓と脳に副作用が出たり出なかったりみたいな専門家の人はそうやって言ってたんですけど、まあ何にせよ、木下投手が亡くなったっていうことはすごい残念ですし、自分も、ね、一軍で投げてる姿を見たことは何度もあるので、まあ朝からね、ちょっとなんて言ったらいいですかね。しかも木下投手は27歳なんで、すごい自分と年も近いんですよ。自分の3つ下とか、まだまだこれからっていう時に。ね、結婚もされて、2016年のドラフト育成1から、ね、支配下になられて、これから頑張っていくっていう時だったんですけど、非常に残念な気持ちです。まあ今は普通にね、オリンピックとかやってますけど、まあ、こういうねニュースが入ると大丈夫か、さらに気をつけないといけないって自分自身思いますし、皆さんも思ってほしいですし、まあ東京では5000人、1日5000人をね超えてると、まあ本当に気をつけないといけないと思いますし、自分のね近くの関係者も今バタバタバタってコロナに感染したりしてるので、なんかねこの夏に入ってからいきなり感染力が強くなった気がします、僕は。皆さんも十分気をつけてください。まあこうやってね、その有名人だったり、そうそういう方が、亡くなったりすると、まあ、志村けんさんの時もそうでしたけど、すごい世間がね気をつけないといけない、コロナはやばい病気だってね思ってね、最初のうちはまあみんな自粛したりしてたんですけど、まあ今ねすごい東京とか見てると、もう関係なく外に出て、まあ、濃厚接触とかね頻繁に皆さん、まあ仕事だったり仕方ないと思うんですけどしちゃってると思うんですよ。なので、気をつけてください。さらにまあ木下選手並び、関係者の皆様ね、そして中日ファンの皆様、まあねちょっと朝からショックのニュースが入ってしまいましたけど、まあね中日も、日本代表も、まあ、木下選手のために、まあこれからね野球で頑張ってくれると思いますので、なんていうんですかね、まあこういったことで、言葉を発する機会が僕はないので、苦手なんですけれども、まあ、木下選手、そして、遺族の方々、ご冥福をお祈りいたします。なんだろうな、自分とは直接絡みはなかったんですけど、まあ一野球人としてなんか近いようなそんな気がして、なんかすごいショックで、改めてね、コロナの恐ろしさと、さらに気を引き締めて気をつけないといけないなと。まあ、木下選手もね、気をつけていたとは思うんですけど、まあ、コロナなのか、その副作用なのか、ワクチンの本当に分かんないですよね。でもいきなり倒れて帰らぬ人となってしまったっていう事実は変わらないので、皆さん、一日一日を気をつけてお過ごしください。失礼いたします。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。